別府大学駅は、大分県別府市小人が浜町にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅本屋は、別府市国際交流会館との合築となっている。JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、切符売り場が設置されている。 開業時に出札小屋として使われていた建物は、駅舎新築時に、放飛本線の滝能駅に移設されている。守護家の利用が可能であり、チャージや無記名守護家の発売も行っている。2021年1月23日より、2番乗り場直結の西口改札を供用開始した。これに伴い、 従来の改札を東口と称し、一番乗り場専用とするとともに、校内の古線橋を使用停止とした。駅員は従来の東口事務室に引き続き常駐するとともに、西口へはインターホンによる遠隔対応を取る設備を設置した。1986年度には、乗車辞任が4181人で、校舎辞任が4490人。 1987年度には、乗車辞任が30万3314人で、降車辞任が30万642人であった。2016年度の乗車辞任は66万7210人、降車辞任は63万7088人で、ある。1日平均乗車辞任の数値は、各年度版、大分県統計年間による、 年間乗車辞任の値を各年度の日数で割った値。2016年度以降は数値が非公表となったため、九州旅客鉄道が公表する駅別乗車辞任の数値を用いた別府の市街地にある駅。周辺はマンションが立ち並び、主要金融機関やスーパーも揃っている。駅の約150メートル東で、 国道15が日報本線に並行している。ありがとうございます。